しかし父さんもやるな。会社のビンゴ大会でパソコン当てちゃうなんてさ。よかったじゃない、今時パソコンもないうちだったんだから。パソコンがあればインターネットが使える、インターネットが使えれば世界中の無修正画が無修正。次は秋葉原、秋葉原。しかし秋葉にはまだ大いなる夢が残っている。行くぞアコ。似合うぞアコニャン。あ、アコニャン、かわいい。やだ、ケンちゃんまで。ワク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 。にゃにゃなんかクラクラしてきちゃう。徹夜明けだしな。徹夜？なんで？なんでって。なんだこれは。表示できないって。ダメ、もう限界ね。ネットがダメならソフトを買うしかない。ソフト？決まってる、エロゲーだ。で興奮してどうすんのよ。謝れ、全国のエロゲーファンに謝れ。私たちはエロゲーを買うべきだ。いや、買わねばならない。そして少女は大人になる。懐かしい。分かってるわね、リコ。エロゲーなんか買って箱根不潔だ。待って、ケンちゃん、誤解よ。そんなに欲求不満だったのか、リコね。ごめん、俺こそ気がつかなくて。でもリアルな方がいいだろ。ないない、とにかくケイちゃんは私が引きつけておくから、その隙に私がエロゲーゲットだな。だいたいリコ姉はどこ行ったんだ。うん、ちょっとね。なんか隠し事してね。今日の姉ちゃんたちちょっとおかしいぞ。どれがいいのやら。これだ。私の方が早かったぞ。私が先よ。さっさとその手を。どうして風紀委員の墨のえりこさんが。何これ、新手のドッキリ。ドッキリなの。墨のえさん、どうして高校生が成人向けコーナーにいるのかしら。先生こそエロゲー掴んで何してるんですか。ラッキー、まだ一本残ってんじゃん。ラストワンゲット。それは私が買うのよ。私が買うってどういうことですか。とにかくこれは没収です。あ、ちょっと。ありがとうございました。これはそのトドの、つまり先生が自分で欲しかっただけなんじゃ。その割には機器としてエロゲーを購入してたな。聞く、18禁フロアで何やってんだよ。その高校の先生だ、私たちの。あ、どうも、はじめまして。弟。はい。落ちましたよ。しまった。あなたたちは何を考えてるの。姉と弟でなんてハレンチな。エロゲーを買ってる教師に言われたくないぞ。お言葉ですが、私たちとケイタは血がつながってませんから。義兄弟ですよ。私たちはケイちゃんが好きなだけです。それがたまたま弟だっただけだ。だからって。お姉ちゃん見つけた。こんにちは、ケイタ先輩。ありがとう、お姉ちゃん。ゲーム買ってきてくれたんだ。でもそれってエロゲー。でも私は18歳未満だから買うわけにはいかないし。仲いいんだな。ええ、もちろん。すっごく頼れる姉なんです。日本一。おかしいよ、これぐらい露出しないとアクセスアップしないもん。ブログに載せる気。まったく、教師のくせにエロゲー大好きのコスプレイヤーで100枚。